今回はファミリーレジデンス山尾家庭で三角様を使っていきまーす。どこ見てんの三角様。そして今回はフル作的構成、一人が回し始めて陽一がいて、もう一人奥にエロディがいて、さすがにバレた。そう、ここで究極の武器を使っていきます。はい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 、陽一があっち行った。で、そっち側の発電機回してるから、そう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 、こういう風にいやらしい、いやらしい遅延をかけてくる。隠れ場なしもあるからね、俺は。ここの窓枠の構造がわからん。いっぱいいる、いっぺんいる。アダム、よし、とりあえず殴れそう。やっと、やっと殴れる。なんか来た、よかった。この人戻らずに発電機、発電機回してない、素晴らしい。あれ、ちょ、やめろ。何その惑わせ、惑わし。あ、いいねいいねいいね。アダムがいい味をしてる。あ、これ強すぎ。何そのうまいやり方、俺にも教えてくれよ。みんなサバイバーみんなうまいね。こんぐらいだね。はい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 、うますぎうますぎ。感覚なんすよね、やっぱりね、このゲームは。なんかさ、クロちゃんさ、なんか別んとこやってねえか。これで苦笑してる人が見えるんだけど、苦笑してる人がいないんで、なんかエイリアンのなんとかかんとかみたいなやつ、名前忘れました。エイリアンの本能、なんとかの本能って言っとけばいい感あるよ。後ろで陽一行って、心当たりすげえ人の影。陽一がまあまあやってるな。ほい、あー、うまいね。スピード速いか。これ蹴って隠れ話使って周りの人を見たいところ。あー来てるけど、なんかもうちょっと歩いて救助しに行きません？ここの辺りすげえ回ってるからさ、発電機なんかあんま動く。そんなキャンプする気ないんだけどな。いや、これで圧になるな。いいね。あ、やってる、めっちゃ人いる。なんかずっといるんだよな、エロディがこの辺りに。待て、これ半分切るまでいけたら激アツだね、これ。マジで誰でもいい。あ、でもアダムいけたら一番いい。足早っ、足早っ。なんか足早くね、こんなもんか。おい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 、あっち行け。外した、普通に。普通に外したわ。もう一回帰りましょうね、同じ場所。いや、今ライトねえからさ、なんかもうスタグレ持ってない限りはマジ楽に稼げるの。待ってな、あっちか。まだ1台なんだよな、素晴らしいだけに。あー、で奥やってて、奥3台、これで周り見よう。はい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 、びっくりしたね。これなんやな、やっぱり。いや、これ多分ね、エロにいるけどな。これクロちゃん行こう。で、こっち側で陽一が発電機回したから、なんかすげえ端っこ行く、すげえ端っこ行くけどさ、足速すぎ状況的で。適応してんね、いいね。陽一がやったのは中か、家の。とりあえず隠れ話発動して、住宅の武器は隠れ話どっちかでいいな、多分。多分叫ぶっしょこれ。あれ、奥か、あっちかな、どっちかで見えてたと思うんだけど。声おもろすぎるやろ。陽一さん、窓枠飛ばない？今回消えないからな。はい、叫んだ。これアダム見つけられたらでかい。見つけられたらでかいけど、さすがにかわいそう。さすがに陽一狙うか。これはダメ。そこ回してんの分かったから、陽一釣ってアダム行くか。俺はここの、ここのフックが好き。さあ行くぜ。ここをやっててさ、隠れ話あるから見つけられるんじゃないか。まだ究極の武器は回復してないんだけど、これ見つけられたら嬉しい。
いるんだろ近くに。あー見つかっちゃったね、アダムさん。いいね。はい、倒すと踏んでな。そこつがって陽一がやったとこ俺蹴ってないよな。究極の武器で離れたからそう蹴らないとダメだ。スリップ早すぎ。はい、隠れ話でトドラにいるかいないかを多分いないと思う。なんやな、究極の武器で陽一探してた。あ、強くねこれ。普通に強くないか探知構成。あとあれか、追跡者で見える時間もちょっと長い。蹴った、共通外の子。あ、いや、なんか奥いるな、クロちゃん。クロ、ヨイチさん見つかっちゃったね。いや、さすがにか。あ、いや、これ撃つ必要なくね。俺撃つ方がもったいなくね。これそこの窓枠使ってきそう。あ、ここでもスマチャック発動するんだ。だからこれ思ったより長引きそう。はい、俺罰うまくね。もう一試合ぐらいつきそうだけど、発電機。まあ用意上落とせたら関係ないからな。ここ1台でまあまあ近くに3台ある。そして鶴のはここ、あっち回されたら嫌だな。そこ蹴って隠れ話発動させて、多分共通声でクロちゃんがやってるんだよ多分な。あ、やってない。だからあれか、究極の武器作戦。おお、いや早そう。切るぞ、まだ来ないでね。おい、早い早い。もう狙うぞ。まず行くぞ。これ陽一から逆に来てない。いや、ストライクかこれ。めっちゃこっち見てんだけど陽一。はい、あ、え、そっち行く。いや、これなんか怪しくない。あやかし陽一。なんかおかしくないか。誘われてない俺。クロちゃん先、いや、まあ担いじゃうか。反問状態にしてやればよかったんだけど。あ、ないわ。ただの不審者ただの不審者陽一だったわ。じゃあ俺は連続で狙うぜ。全然やるよ。で、クロちゃんこっち側叫んだな。で、まだ究極の武器回復してない。ここやってた跡があって、もう離れたかな。どうだ、いなそう。でもこっから見つからなかったらすい、究極の武器。いいね、これの軽度な。で、こっち側にエロディがいる。お金が結構回ってたよな。あ、二人いる。いや、これでちょっと離れて、あ、オッケーオッケー。で、隠れ話は取って二人映ってる。あー、どっちもいいな。二人ともうまそうなんだよね。おっ、これで多分共通語は行くかな。そうね、いや、さすがに、あ、いや、飛んでない。そうだ、うれ、あくそ、あ、止まった。いや、これどれぐらい早くダウン取れるかだな。どうだ、今のね、戻れる勇気すごくない？心配なんだけど、マジで。俺だったらそのまま右行っちゃうね。そこ使った。あそこの窓枠強い。はい、上着いた。あ、いや、これ、ここら辺りでダウン取られるってくれるなら、これやって、これ究極の武器でクロさん多分いけるっしょ。ほら、ほら、モレル行くぞ。いいんだろ、この近く。はい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 、はい、オッケー、あっそう。
マジ強え、このパク。今回たまたま平穏がいなかったのかな。あ、クロちゃん足早すぎなんだけど、マジで追いつけねえ。早くチェイサーって入ってくれ。足早い早い早い。あ、適応してんのかあいつ。無傷なのに、無傷なのに君適応してないかい。なんか常にさ、サバイバーの足早く感じるわ。これで起こしたら罰でダブルダブル。ああ、これ当たんねえ。うれっ、この段差が微妙にな。罰いかんのよな今の。避けられたけど。共通小屋行くのか。ないぞ板も。クロちゃんを探せ。モレルはどこにいるな。ああ、出てきた。あ、どうした。ナイス。隠れ話とさ、究極の武器のあれなの、組み合わせいいな。普通に強い。まあ、どっちか持ってけばさ、間違いないからあれなんだけど、まあ、平穏がいなかったのがやっぱね、痛いよな普通に。で、最後はエロに移って終わりと。あ、いや、やっぱやめた。あの、最後檻を送ろうかと思ったけど、檻を送るとなんか長いんだよな。だから、つっちゃおう。はい。ワンチャン受け出す？どう？おい。いや、このゲームは結構抜ける。はい。あー、まあ、追跡者が多分いらないな。この構成だと。隠れ話の時間とかは確か伸びるよな。あの、エイリアンのやつがマジで使えなかった。負傷ばらまきじゃないとやっぱこれ生きないな。